高知には総重量34キロのオムライスがある。こじゃんと太いオムライスがあるき食べれるかやったら食べてみんや。そういうことじゃない。違うよ。もう一行がやってきたのは高知県南国市にあるゆずわ。お店の不思議な雰囲気にメガ盛りへの期待も高まる。あのこちらにすごいメガ盛りがあるって聞いたんですけれど。ああ、オムライスのことじゃろ。オムライス、オムライス、あ、どのぐらいの大きさですか。真ん中のお姉ちゃんぐらいはありそうやね。ちょっと比べられてるよ。体重何歩ぐらい。40ぐらい。大丈夫。4キロの子が6キロ食べたってすごくない。それでは燃えあずの体重ほどあるメガ盛りオムライスが登場する瞬間まであと30秒、カウントダウン。使用するのは直径1メートルの大皿。卵はなんと300個。作るチキンライスは20キロ分。お皿に盛り付け、それを卵でコーティング。滝が必要だってこれ。お待たせしました。準備ができたき。うちらが行くパターンって初めてだよ。どういうこと。こちらです。目がおかしくなる。なんか、すごいね。すごい、これ過去最大じゃない。あ、最大だよ。卵どういうことになってるんですか。これ何人前ですか。これは100人前。100人前。こちらが100人前の8斤地鶏オムライス。お値段なんと10万円。卵300個分60枚のオムレツに包まれた、まるで山のような佇まい。これぞキングオブメガ盛り。どうすんの。使用する皿は有田焼の大皿。お値段なんと100万円。まず10キロ分のチキンライス。そこへふわとろのオムレツを乗せる。そしてどんどん追加し、30枚分で全体を覆うと、その上に10キロのチキンライスを追加。さらにさらにオムレツを30枚、合計60枚でコーティング。最後自家製デミグラスソースを1リットルかければ完成。すごい。なんかすごい。一般的なオムライスも100人前。いつもの測りでは測れないので体重計を使用。その重さは番組史上最高の34キロ。一人で食べられるわけがないので3人で挑戦。いただきます。その中2人は結構食ってきた。先陣切ってこの3人でいけんのか。卵が、あ、パパまでたどり着かない。卵、わー、美味しそう。いただきます。いや、めっちゃうまそうじゃん。うわ、美味しそう。すごい、ふわふわ。よし、いっか、食べよう。勢いよく食べ始める大食い3人娘。しかし店長、なんでこんなとんでもないメニュー作っちゃったんですか。こじゃんと太い皿があったき、それを買うたがよ。飾っちょくがもう寂しいき、ほんでオムライス、どればあのが乗るろうと思ったら、もう100人前ばあのが乗ったき、ほんでそれをメニューに加えて、本気でね、バスで来て食べる人とか、結婚式にね、配達したりっていうね。年間3つほど出るというこのメニューは、50人以上での注文が多いそうだが、こちらは3人、激戦必至。頑張れ。開始から30分。その豪快な食べっぷりに、そんな変わらないもんな。過去最高34キロの超巨大オムライスを相手に、ここまで順調に見えるが、開始から1時間、3人で15キロを食べたところでペースダウン。苦しくなってきた。ちょっとね、さすがにね、終わりの見えない戦いに疲弊する3人。そこで、アイス、アイス、
アイスクリームで味変し回復を図る。常人には理解を超えたメガ盛り女子たちは店長の娘さんにどう映っているのか。するとここで、美味しいんだけど、やばい、大丈夫かぶさん、私はギブアップで。ブッサンはここで脱落。結構まだあるよ、頑張りましょう。2人で奮闘するもなかなか量が減らない。すると、ちょっときつい、あら燃えやすい、これで先に旅立ちます。待ってくれ、マジか、燃えやぞ、燃えやぞ、焦点、ごちそうさまでした、マジか、燃えやぞ。残るはエースアンジェラ、心が折れちゃう、孤軍奮闘、気合で食べ進める。開始から2時間30分、20キロを食べたところでついにスプーンが止まる。残りは14キロ、なんとか完食したい。そこでこんなこともあろうかと、もやずのアイドルネットワークを使って助っ人を呼んできました。みんな、なんだこのパターン、もやずが呼んだのは高知のご当地アイドル。まず一組目はスキップ、メンバーは食べ盛りの平均年齢15歳。2組目は高知ケーブルテレビを主戦場に活躍、高知応援アイドルリリコチ。3組目は土佐清水名物サバをモチーフにした清水サバダンサーズ、略して SSD38。 というわけでこの後高知のアイドル11名が巨大オムライス残り14キロに挑む。最年少は9歳のコアちゃん、果たして完食なるか。高知のアイドル11名がオムライスの残り14キロに挑む。なんだかすごいことになってきたぞ。いただきます。残り14キロ、1人当たり1キロちょっと食べられれば完食となるが、減らない。それ無理よ。そしてっていけないよね。あ、でもまね、しかも開始5分で早くも脱落者が。やはり普通の女の子の食欲では全然減らないのか。開始わずか15分でどんどん脱落していく中、最年少9歳のコアちゃんが奮闘。コアちゃん頑張れ。コアちゃん偉い、すごい、さっきからちょこちょこずっとね、コアちゃん食べてるの、いいよコアちゃん。残すは6人、果たして奇跡は起きるのか。と言ってるそばからどんどん脱落。そして開始から30分、私もギブアップします。コアちゃん、コアちゃん頑張った、コアちゃんありがとうね、頑張った頑張った。さあ残り2人でどこまでいけるか。やはり全然減らない。このメガ盛りオムライスは半端ない。そしてあった、あ、でもよく頑張った、ありがとうございます。ありがとうございます。高知アイドル軍団11人でたったの2キロ、全く戦力にならず。しょうがない。ということで残った分は容器に入れてお持ち帰り。四国メガ盛り3連戦は1勝2敗という結果に。